大戸場駅は、福井県三方かみな郡若狭町大戸場にある、西日本旅客鉄道オーバーマ線の駅である。鶴ヶ方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を有する地上駅。鶴ヶ地域鉄道部管理の無人駅となっている。駅舎は1988年3月に JAA、若狭との合同駅舎に改築され、 営業日の窓口営業時間内であれば、委託販売している切符を購入できるようになった。ただし、窓口には、マルス端末やポス端末は設置されていないため、携帯車発揮による発見となる。新駅舎への改築当初は、駅舎が直接ホームに接しておらず、切符を購入した後は一度駅舎を出てから別の通路を伝ってホームへ入る形になっていたが、 1991年11月以降は、ホームと駅舎が直結したため、それが解消された。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は100人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。旧、上中町の中心にある上なかなか学校までは、かなりの距離があるため、当駅から、 オバマ船を利用する動向への通学生もわずかながら、ある。ありがとうございます。